日本独特の風俗産業をどう評価するかってことなんです。風俗って英語でどういうふうに訳します？わかります。セクシャルインダストリーで大体訳されてます。セクシャル、セクシャル、セクシャルインダストリー、あの生産業です。はいはい。そうすると限りなく雰囲気としては、あの売春回収に近いんですよね、うん、それでこれはあのそれに対してどう評価するか、うん、要するにあの橋本さんは今貧困とかいう理由で日本で風俗に行く人はいない、うん、それはそういう人は好きで行ってんだと、うん、そこを問題にするのは差別だっていうような議論をしてると、うん、それからあと風俗イコール売春ではないと、うん、それだんだんあと維新のあの幹部なんかではちょっと飲みに行く飲食店でも風俗営業法に引っかかるからこれも風俗だとか言って、うん、話どんどん変えてますよね、うん、これだからこういったところで出てくる何かというと、要するにどこまでこの人誠実なのかと、うん、言っていることがどこまで真面目なのかと、うん、それから欲望っていうものがあった場合に風俗で発散するっていうこの発想っていうのがおそらくご自身がそうなんでしょうね、うん、それだからみんなそうだと思ってるんですね、うん、しかしこれっていうのが国際基準で考えてですよ、特にアメリカで考えましょう、うん、リベラルな人、左派の人は愛は自由恋愛であるべきだと、うん、それだからそこで金銭が介在するっていうのはこれはとんでもないと、うん、こういうふうになるわけですね。右派保守派の方の人からすると少なくとも妻帯者あるいはパートナー付き合ってる人がいる人に関してはそれと別に商業的に性を処理するっていうのは、うん、パートナーや妻に対する裏切りであると、家庭を壊すことだと、だから認められないと、うん、左右両翼は一切認めてくれないことになるわけですよ、うん、この彼の風俗、女性、性に対する認識が問われるっていうのが2点目、うん、これだと彼かなりあのめんどくさい議論というか大変な議論の中に入ってくると、はい、これは日本の中でも、まあ、リスナーの女性の皆さん特にお伺いしたいんですけども、うん、やっぱり欲望があるから橋本さんの言う通りだなと思ったらどれくらいいるかっていう、いないですよ、不愉快です、恥ずかしいですよ、そこのとこですね、うん、